小林さんと柳原が対決するのはファミリースキー。Wiiリモコンとヌンチャクをストックに見立てた直感的な操作によって、さまざまな難易度のコースや広大なゲレンデをスキーで滑る爽快感を満喫できます。これ大丈夫かな。柳さん、スキーの方は。スキーはね、私、ある程度できます。あ、だったらもう結構割とフィードバックみたいな感じでいけんじゃないですか。お前、俺はお前サッカーめっちゃできてもサッカー全然できへんやないか。ゲームの方は甘く見るなよ。ゲームのそこですよ、そこ。せやな、次世代ですから。あれ、なるほど。よりよりリアルにできてるやつきっとね。もう、おさあ、来るよ。さあ、来た。バランス、バランス取ってます。体重を移動すると、左に行きますね。おー、なんてリアルなんだ。うわ、すごい。ちょっと説明がすごい。すごいな、もう誰かが走った跡とかあるやん。ほんまや。あ、速っ。おー、うわ、動く。おー、あ、全部行った。あ、うわー、なっ、ストックで、ストックで。すごい、すごい、すごい。おー、うわー、早いんじゃないですか、ひょっとして。成功って言ってたよ。残り回転14分ですね。こういうふうに、これが、そういうことか。これが多いほど勝ちである。そうですね。最初15秒ぐらい行かなきゃいけないと。マジで、今でも、今の滑り無駄なかったんですよね。始まるの、これ。始まりますよ。あ、ゴー。勝負には負けてしまいましたが、はい、このね、ファミリースキーものすごい面白いです。あの臨場感、ゲレンデ、そしてしかも自由に滑ることができて、1人から4人までね、同時に楽しめるわけですよ。しかもですよ、しかも攻防それぞれが別行動できるわけです。バランスウィーボードにも対応しておりますから、非常に楽しめます。もう何やったら卒業旅行で行ってください。みんな、あ、これこの世界に行ってください。ファミリースキーに卒業旅行、そう、いい対応で写真も撮れますからね。ぜひね、ファミリースキーでみんな滑りまくってください。いかがですか。大変、今のアピールいかがですか。今のアピール大変良かったです。今のアピールだと、はい、さっきの負けはチャラになりませんか。はい、チャラに。あ、そうですか。はい、やったやりましたね。ゴリ押し作戦や。成功ですよ。せやろ。あのですね、まあ、今回ちょうどその31日ということで、発売ということで、あのソフトの方ですね、あら、あのぜひプレゼントしたいと思います。ほんまですか、はい、ありがとうございます。いや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 、やりましたね。というわけで、バンダイナムコゲームス様よりご覧のプレゼントをゲット。詳細は紙面をチェック。